高春防級揚陸艦は大韓民国海軍の戦車揚陸艦の艦級。計画名は LSTI。創設直後に朝鮮戦争の勃発を迎えたこともあって、当時の韓国海軍は揚陸艦を全く保有していなかった。その後、戦争の教訓もあって、両洋戦戦力の拡充が図られることになり、1950年代に、 合計22隻の LST-19 戦車揚陸艦の引き渡しを受けたが、1959年までに状態が良いもの8隻を残して除籍した。これら8隻と同時期に引き渡された LSM-19 中型揚陸艦12隻が、早々期の韓国海軍の両用戦戦力の帰還となり、ベトナム戦争への参戦にあたっては、部隊の輸送を行った。 その後、これらのアメリカ製 LST-LSM の老朽化に伴い、大艦として建造されたのが本級であり、1994年より収益を開始した。韓国タコマ造船所がアリゲーター型として輸出していた設計に基づいており、HDL-4000 型とも称される。艦首を海岸に格差して、兵員、車両を揚陸することを前提としている。 箱型の船体の監首部に観音開きの門批とその中に道板を設けるという点では前任の運航級と同様である。その後方に連続した車両甲板は全通甲板となっており、艦尾にも道板が設けられている。バウランプは幅4.5メートルで伸ばすと長さ14.5メートルとなる。またスターアンランプは幅4.9メートルで 伸ばすと、長さ10.9メートルとなる。揚陸部隊200名が乗艦できる。物資搭載量は1800トンだが、格座揚陸を行う際には、喫水制限が課されるため、搭載量も690トンに抑えられる。車両甲板には、主力戦車17両を搭載できる。前端に、直径6.1メートルの転車台が設けられており、また上甲板とは、 長さ9メートル幅4メートルのエレベーターによって連絡されている。環境構造物の両脇にはそれぞれ2隻重ねで LCVP 上陸用集艇が搭載されている。また、船体後部にはヘリコプター乾板が設定されているがハンガーは備えていない。また韓国タコマゾー船所のアリゲーター型揚陸艦は海外にも輸出されており、ベネズエラ海軍では カパナ級として4隻が、インドネシア海軍では、テルクセマンカ級として6隻が収益している。ありがとうございます。